里崎チャンネル。ジョブ。こんにちは。いや、佐藤さん。はい。やりましたね。まあまあ当然ですよ。あ、そのテンションですか。はい。うわー、なんていうんですか。優勝ですよ、優勝。世界一。うん、まあ当然ですよ。普通にやったら勝ちますよ。まあでも言ってましたもんね。あの前どこかの動画で、はい、あのもう必ず絶対優勝ですって言い切ってましたもんね。普通にやったら勝つって言ってたでしょ。はい。だからもう普通ですよ。いやでもプレミア12では初めてですし。まあ2回ですからね、初めてって言っても。うん、そうです。初優勝とかそうですし。世界一になったのって佐藤さんが出た WBC 以来なんじゃないですか。2009年ですね、あの原さん監督の時に、ね、僕2006年なんで、はい、あ、そうかそうか、はい、ってことはでも10年ぶりですよね、こうやって優勝するってことは。まあそうなんですよね、はい、だからまあ言いたいことはいっぱいありますよ。はい、あ、そうですか。言いたいことはいっぱいありますけど、うん、あのまずはあの褒めましょう。褒めてくださいよ。やったじゃないですか。いやだからね、うん、あの出だしはい、ベネズエラに負けかけながら何とか勝って、うん、あとオーストラリア戦とか危ない試合結構ありましたけど、うんはい、やっぱり何といってもね、鈴木誠也が頑張りましたね。いやー頼りになりますね、本当に。いやもう全打席打つんちゃうかっていうぐらい の、 あの雰囲気ありましたよね、はい、見ててもうすでに打つんちゃうかっていう。そうですね。だから呼ばれドンと座ってね、うん、かなりの活躍、あれは大きかったですね。もうね MVP やられてましたけど、はい、さすがです。もう納得ですよ。いやでも4番に座ってあれだけ活躍するってやっぱりメンタルというか本当に本当の4番って感じですね。そうですね。だからあのシーズン中と同じような活躍できましたね、はい、だからシーズン中も頼もしかったですけど、うん、そのシーズン後もだからまあカープはね4位に終わってクライマックスシーズン出れませんでしたし、実戦感覚が空いたと思うんですけど、はい、その中でもしっかり調整できて、うん、この短期決戦に合わせてきたっていうところはさすがですよね。そうですね。なんか先制されてからも結構逆転する試合っていうのがあった。そうなんですよ。だからあの決勝のね韓国戦も、はい、立ち上がり山口俊がね、うん、いきなり3失点して、うん、おいおいおい鼻出たわ。まあ3回、いきなり3点取られて、おいおいまだ今回もかっていう感じでしたけど、まあ山田テストのね、スリーランホームランも大きかったですけど、やっぱり1回の裏にすぐ鈴木誠也のタイムリーで1点取れたのは、やっぱり一番大きかったですね。いや、そうですね。あれがあっての山田テストのホームランだと思うんですよ。もしあれがなかったら、山田哲人のホームランなかったんちゃうかって、もしくはずるずるいったんちゃうかっていうような雰囲気の悪さの中、はい、あの初回すぐ1点取れたのは非常に大きかったですし、あとなんて言ってもね、7回のね、うん、裏にね、ワンアウト2塁で進塁打打つんですよ、はい、でその後浅村のタイムリーでダメ押しの5点目取るんですけど、うん、あれ追い込まれて普通の4番だったらもう俺が返すんやとヒット打つんやっていう形で結構フルスイングしてくると思うんですけど、はい、今年の鈴木誠也選手の特に特徴はコンパクトに打ったりとか状況に応じたバッティングをカープの時もやってたんですよね。でそれが多分首位打者っていう形になったと思うんですよ、はい、であの打席も追い込まれて、まあ、コンパクトに打ってうまくいけばセンターから反対方向にヒットでタイムリー、うん、でも最悪ランナーを進めるぞっていうチームバッティング、うん、あれは素晴らしかったですね。なるほど。もうとにかく打てばいいっていうよりも、うん、その場その場に合わせたバッティングをするっていう、うん、そうそうそう。だから初回はね、うん、ツーアウト一塁だったんで、はい、しっかりフルスイングしてレフトオーバーのタイムリーで強振、うんはい、で7回はワンアウト二塁、ここは追加点1点どうしても欲しいと、でも追い込まれちゃったと、簡単にボンダするよりは最低でも進塁打、うまくいけばタイムリーっていうところで、はい、セカンドゴロで進塁打打って浅村をタイムリーでダメージ5点目じゃないですか、うんはい、だから非常にまああのねホームラン打ったとか、うん、なんかヒット打ったところだけが結構まあ野球って目立ちやすいし、はい、報道してくれるじゃないですか、うん、でも何気にああいったところもしっかり自己犠牲の精神でチームバッティングできるっていうのは4番として頼もしいし、若いのにもうリーダーだなっていうね感じはしてきますよね。まだまだ、うん、あれはすごかったですね。あれうなりましたね。うまいっつって、ああなりましたか。でその後きっちり浅村が打つことによって、はい、その鈴木誠也の進塁打がまた生きるじゃないですか、うんうん、だからよりチームがね活性化しますよね。はい。いやなんか鈴木誠也選手とか、まあ、浅村選手もそうですし、そういう大会で本当に勝負強いじゃないですか。そうですね。何がその活躍ドーンって活躍する人とそうじゃない人って何が違うんですかね。まあでも合わせれるかどうかなんですよ結局は、はいはい、あの何に合わせられる調子を、あ調子を、はい、1週間ぐらいチームでもね優勝した、だから今年リーグ優勝の西武、はい、ジャイアンツ、うん、で日本一になったソフトバンク、はい、1年間のトータルで見ると、うん、1週間ぐらい勝てない試合っていっぱいあったと思うんですよ、はい、で選手でも首位打者取ったとしても、うん、
3割じゃないですか、はい、3割3分ぐらいですかね、うんうん、だから打てない時ってあるんですよ、はい、それがこの短期決戦にはまっちゃうと、はい、焦りでもっと落ちていくんで、だから結局合わせるかどうかなんですよ、うん、で短期決戦でどうやって調子合わせるんですかって、それは分からんそう、調子を合わせるって言うじゃないですか、はい、でもその1年やっててこう波があって、はい、合わせられてない時もあるじゃないですか、はい、だから合わせるってそのざっくりすぎて何が合う、うん、合わないなんだろうみたいな、たまたまです。だからもうこれのこれのそうここに合わないわけですよね。いい時来るしかないですよ、はい、だから僕だったら2006年の WBC、はい、打率4割強打ちましたけど、お北京、はい、ヒット1本しか打ってないですよどん底ここで当てちゃったんですね。そうそう、本当です。全く打てなくてね。だからよくわかんないですよね。何がいいかどうしたらいいのか、はい。でもその中はしっかり結果出してね。最後は優勝ですよ。だからピッチャー陣もね、はい、中継ぎ頑張りましたね。はい、甲斐の山本、山崎、朝明ね。特に甲斐のなんて、そうでしょう、登板全試合ノーヒット無失点ですからね。無失点すごいですね。1年前の今日、はい、学生ですよまだ。そうですね、ルーキーか、はい、そうですね、1年前が学生で1年後、うん、あの日の丸ですよ、侍ですよ、そして優勝ですから ね、しかも貢献、だから投手陣の MVP は甲斐野ですね、はいはい、非常に頑張りだし、うん、非常に活躍できたと思うんですよ、うん、そういったところは非常に大きかったですよね、はい、あとね、稲葉監督の起用法も僕良かったと思うんですよ、そうですか、だからその、あの最初はちょっとメンバーに固執した感じはありましたけど、柔軟に調子の悪い選手を変えたりとか流動的に選手を入れ替えたり打順をね入れ替えたりしながら最後いい形を持って戦えたっていうところも、あと決勝なんてね、山口を 初回でね、はい、パシッと変えたりとか、そういった面ではまあもちろんね、立山コーチとかいろんなコーチとの話し合いはあると思いますけど、うん、あの選手の使い方とか起用法すごい良かったんじゃないのかなと思います ね、先発1回で変えるって結構勇気いりますしね。いやでもあれは変えましょうあれは仕方ないかもしれない。だってもう逆に言うと先発させたのもすごかったですもん。あ、それまでも調子全然上がってなかったんで、まあ、決勝っていう部分で、うん、まあローテーションとかもあるんでもう行くしかなかったんでね、はい、行ったと思いますけど、うん、それはもうあれはねもう変えましょうあれダメ、あれ2回目行ってたらやばいそうでしたか、はい、まあでも稲葉監督も号泣してましたね。あれはね、うん、あの涙はやっぱりプレッシャーですよ。あ、そうなんですか。やっぱりね、ホッとしたっていうね、うん、あのインタビューもありましたけど、そのまあみんなで勝ち取ったから嬉しいっていうのもありましたけど、はい、やっぱり僕は一番はプレッシャーからの解放だと思いますね。まあ、喜びとかもありつつも、でもそのプレッシャーからって、そうですね。だって一番はやっぱり、はい、あのメジャーリーガーが出てないっていうところで、うん、そのまあ、僕の見方もそうですけど、はい、そんなチームに負けないでしょって多くの人が思ってるんですよね、うん、メジャーも参戦だから、メジャーの40人枠プラスロースターに選ばれてる選手と、はい、ウィンターリーグに、だからドミニカとかベネズエラとかのウィンターリーグに出場してる選手は今回来てないんですよね、はい、だからアメリカとか他の国もそうでしたけど、基本30後半の選手、ベテランの選手と20歳そこそこの若手の選手の融合だったと思うんですよ、はい、でそうなってくると、まあ、そんなチームに、うん、メジャーも出てないのにそんなチームに負けないっしょみたいなね、うん、コラム書いてる人もいましたけど、はい、やっぱそういうプレッシャーあると思うんですよ。まあ、佐藤さんも絶対優勝しかないって言ってましたしね。いや、それはそうですよ、はい、だってそんなのよくわからんやつが出てきて負けたらプレッシャーあるじゃないですか、しかも負け、はい、でそれで負けたのがね、北京オリンピック、うん、すいません、はい、痛いですよ、こうやって謝ってそうそう、すいません、はい、北京オリンピックもね、はい、メジャーリーガーほぼ出てなかったし、まあ、有望株で言えば今年ワールドチャンピオンになったナショナルズの、はい、ストラスバーグが学生の時にいたエースがいたっていうのがあってですね、うん、キューバも強くてですね、はい、韓国も強くてですね、はい、メジャーリーガー出てないアメリカにも負けてですね、はい、すいませんそういうこともあり得るわけですからね。そうそうそう、でもやっぱりだから猛バッシング食らったじゃないですか、はいはい、あの時ね、星野監督とかもそうですけど、うん、猛バッシング食らってっていうのがあるんで、やっぱりそれがあるから怖いと思うんですよ、稲葉さんも、はい、でその中でやっぱ勝ったところのやっぱ安堵感、プレッシャーからの解放は、いや、めちゃくちゃあったと思うんですよ、僕だからすっごいプレッシャーだと思いますもん、はい、そういう認識で見られてるから、うんうんうん、いや負けないでしょ、メジャーいないでしょ、負けないでしょで見られてるじゃないですか、はい、だから逆に言うと2017年の WBC 準決勝でアメリカに負けた時、はい、そんな批判されなかったじゃないですか、まあ、惜しかった、よく頑張ったみたいな、そうですね、負ける可能性もあるって思ってるから
とか相手はやっぱバリバリのメジャーリーガーがいるんで、いやその中で2対1よく頑張ったっていうのがありますけど、だそういったところでプレッシャーだから、僕だから侍ジャパンの監督で言えば今回の稲葉さんと、あと2013年の山本浩二さんが、この2人はもうめちゃくちゃプレッシャーだと思いますよ。だから2006年世界一で、2009年世界一で WBC2 連覇できて3回目じゃないですか。もう世間は優勝しか認めてくれない中でベスト4で負けちゃったんですけど、だからプレッシャー、選手もそうですけど、めちゃくちゃプレッシャーあったと思うんですよ。で今回も選手も含めてめちゃくちゃプレッシャーあったと思うんで、まあ、その中で結果を出したっていうところは素晴らしいですね。僕だからそこが涙やと思うんですよ。そのホット感、よかったっていうね、本当の。だって僕いろんな大会やってますけど、多分選手が一番楽っすよ。そうですか。見得度ってきつくないですか。見得度ちょっと監督としてですか。大丈夫かな大丈夫かなって見るわけでしょ、だからあの試験とか、もしお父さんお母さんがね、あのもし見られてたらよくわかると思うんですけど、あの子供の入試とか子供の試験とかめちゃくちゃ緊張すると思うんですよ。大丈夫かなとか受験とか。そう、両親めちゃくちゃ緊張してましたもんね。でも、当人はそこまで緊張したいと思うんですよ。それなんでかっていうと、結局自分がやるじゃないですか、で結局自分の問題じゃないですか、だから奮起につきますよね。で見てる方はどうしようもできないから、大丈夫かな頑張れよいけるかなって言ってるのって僕相当きついと思いますよ。変わってあげたいけど変わってあげられないし、見とくしかないですもんね。だからやってる本人が何気に一番楽なんですよ。で僕もいっぱい経験してますけど、緊張感ありますけど、試合パッて出たらもう全部無なんで、何のプレッシャーもなく勝利のために遂行していくだけなんですよ、ミッションをね。でも監督コーチっていうのはそれをずっと見守るわけでしょ、大げさに言うと。大丈夫かなって見るでしょ、いけるかな、いや信じてるよ、頑張れ、あーとか、おーとかなるわけじゃないですか。いやそれは大変だと思いますよ。そりゃそうですね、だからまあ喜びももちろんあります、やった優勝した、でもそれだけじゃなくて、優勝できてよかったよかったっつってね。だってもしこのプレミア中に惨敗してたら、東京五輪に向けて監督交代やとか言われかねないじゃないですか。確かに下手したらね、だってサッカーとかでもよくあるじゃないですか、なんかワールドカップの予選なのに惨敗して危なくなったら監督交代更迭みたいな結構あるじゃないですか、だからそういうのもありますよね。そうですね、まあ優勝できてよかったんですけど、ただちょっとこう気になったのが、序盤の方ですかね、観客がなんかそこまで多くなかったなっていう。そうですね、日本ラウンドね、初戦 ZOZO マリンで行われて、1万7000人、でその後も2万、東京ドーム来て2万4000人とか、あの土日はほぼ満員入ってたんですけど、あのまずね、初戦のね、でもこの観客動員数の入ってないんですけど、視聴率は結構良かったらしいですよ。大体軒並み 10% 超えてて、だから ZOZO マリンの行われた試合も 10% 超えてたらしいですよね。で最後優勝した試合は 22% とかなんかあったらしいですけど、あのだからテレビで見てる人はいたってことですね、関心事として。でもよくオールスターゲームとかそういう試合があると埋まるじゃないですか、うわーって。そうですね、なんでその、まあ、その代表戦じゃないですか、なんで埋まんなかったんだろうなっていう疑問は、一番はね、あの初戦のベネズエラ戦、ZOZO マリン、雨です、寒い。あ、そっか、しかも屋外ですもんね。それは当日券行かないですそうですね、しかもね、あのバリバリのメジャーリーガー来てるわけじゃないんで、それはまあ天候良かったら行きますけど、それはちょっとね行かないです。あれあの時僕、あの仕事で隣のビルにいましたけど、雨降って寒かったです確かにこの時期の屋外結構きついかもしれないですね、しかもね、でも最大の理由は、そのメジャーリーガーがいないとか、そういう問題じゃないんですよ、一番のお客さんが入ってなかった理由、これはね、試合がね7時プレーボール、19時プレーボールだったんですよ。6時とかよりも7時の方が仕事終わり間に合いますよ、間に合うんですよ。だから大人がいたんですよ、家族連れほぼいなかったらしいです。あ、子供が、もうあの家族行った人に聞くと、家族連れとか子供連れはほぼいなかったらしいんですよ、っていうか、まあ、少なかったらしいんですよね、だからだって19時試合、7時試合開始じゃないですか、でめちゃくちゃ長いじゃないですか、であの国際戦とかその代表戦は、あの中継、これ皆さん知ってるかどうか分かんないですけど、 CM 行くじゃないですか、あの CM が開けるまでプレーかかんないんですよ、だ待ってるんですよ、そうなんですね、ずっとあのダックアウトのところから、横からあの残り何分って出るんですよ、CM 開けまで、でそれを待ってて、開けて映像を来てからプレーなんですよ。知らなかった、そうなんですね。だからその分も時間かかりますよね、普通のレギュラーシーズンの試合だと、なんかあの CM 開けたらワンアウトになってるとかあるじゃないですか、そういうのが
ないんですよ、はい、必ず CM 挟んでからプレーボールなん で、うん、でそういったところでも時間がかかりますよ ね、 そうですね。であの投手交代頻繁に行われるんで、うん、国際大会一発勝負なんで、はい、だからそのやっぱりそのマウンドに行く回数増えたりとか、うん、投手交代が頻繁に行われるとまたそれでも時間がかかりますよね、はい、だから終わるの平均10時半ですもんね、まあ、確かに試合が。そうですね、そこからまたなんかインタビューとかとかあったら、うん、その球場出るのに11位とかになっちゃうじゃないですか、はい、でそっから家帰ってそれ学校行けないですよね、うん、あそうですね、まあ、確かにお父さんも次の日仕事大変ですね、はい、だから土日は入ってたんですよ、うんうん、だから土曜日とか特に次の日子供休みじゃないですか、はい、で日曜日だったら学校行ってないから休みのまま行けるじゃないですか、うん、でも平日だと学校終わってからマリンに7時、マリンじゃない、マリンとか東京ドームに7時に駆けつけて、はい、試合見て帰って12時する、それはちょっときついですよね、まあ、確かにちょっと体に負担がかかりますね、はい、だから僕はそこの試合開始が19時だったのが観客動員数が増えなかったよ、一番の要因じゃないのかなと思うんですよ、はい、だからこれが6時ぐらいからだと、はい、多分全く違った観客動員数になったと思いますよ、その1時間で全然違うんですね。でも帰る人はね、うん、来てる人がやっぱ大きいですよね。まあそうですね、はい、まあ、それでしかも終電で帰れなくなっちゃう人もいますしね。車で行ってる人はいいですけどね、はい、電車だとなかなか厳しくなるじゃないですか、うん、だからそこが一番の僕は観客動員数が序盤伸びなかった要因かなと思うんで、あとやっぱりねメディアの人の話を聞くと、はい、ラグビーワールドカップから頑張れ日本で来てるんで、はい、そのいい流れが来たっていうのもあったらしいですね、やっぱり国際線っていうところで、はい、野球も頑張れ日本みたいな感じで、うん、だからそこら辺は流れが非常に良かったって言ってました。なるほど、だからテレビで見てた人もかなり多かったってことですもんね。そうそうそう、はい、だから球場にはね7時試合開始だから、うん、球場には行けないけど関心あるからテレビで見てる人が多いっていうところで視聴率も良かったと思うんですよ、うん、はい、だから興味のねある試合がこの11月まで野球として盛り上がったのは、うん、野球界にとっては非常にいいことですよね。いやーちょっとこの盛り上がりのまま、はい、オリンピック来年、はい、ちょっとそのまま勢いに乗っていっちゃいたいですね。思うじゃないですか、はい、それはまた違う話です。え、待って だって今すごくいいチームが出来上がってて、はい、そのままオリンピック行っても世界一なれそうじゃないですか。はい、それはまた違う話です。え、どういうこと。言います、それも言っちゃいます、はい、言っていいですか、はい、いいですか、YouTube だからいいですか。いいです、いいです、お願いしますよ。まあ東京オリンピック行けると思うじゃないですか、はい、でも、まあ、一番、まあ、皆さんもね知ってると思いますけども、はい、一番の問題点は、うん、あの登録人数がプレミア12、28人だったんですよね、はい、でもオリンピック24人になるんですよ。え、人数減るんですか。はい、だからここから最低限、最低でもこのメンバーから4人メンバーから外されるんですよね。へー、なんで違うんですか。それやっぱあのオリンピック全体の、はい、競技全体のその人数とかってあるんですよね、はい、僕も詳しいこと分かんないですけど、うんうん、だから野球にその人を避けないっていうね、はい、へえ、まあ、そういう理由でじゃあ24人4人なるんですよ、はい、でそうなると4人減るじゃないですか、はい、だから北京オリンピックの例でいうと、この、 あの24人をどう配布するかっていうと、10人と14人ピッチャー10人野手14人です、はい、まあ、でも基本はやっぱ10人いるんですよ、うん、で、そうだと野手14人じゃないですか、はい、で野手14人ってなると DH 含めてレギュラーは9人ですよね、うん、でベンチに5人ですよね、はい、でキャッチャー3人選ばなきゃいけないですよ、はい、もう何かあったら困るから、うん、そうなると控え2人キャッチャーなんですよね、はい、だから3人しかいないんですよ、野手で控え入れるのが、はい、はい、だから複数ポジションを守れる選手を入れとかないと、うん、だから今回のプレミアリーグ殿崎選手とか、はい、っていう源田選手とか、うん、っていうのを選んでおかないと何かあった時の買いが効かないですよね。コンバーといろんなポジションでできる選手っていう、はあ、できないと、だって野手14人なんで。そうですね、でベンチ入り5人のうち2人キャッチャーなんで、はい、それ厳しいですよ。厳しいですね、野手控え3人ですから、はい、いやでもそうなったら森選手とかすごい活躍できそうじゃないですか。そう、だから今回選ばれてなかった森選手の場合は、はい、森を DH に入れて、はい、キャッチャー1人の枠でしたら4人野手入れるじゃないですか。そうですね、もしくは森をライトも計算できるんで、はい、外野っていう計算のもとで言うとバックアップの野手を多く使えるんで、はい、僕は森はもう必須。そうですね、何かあったらキャッチャーもできるしっていう、はい、そうそう、外野もできるし DH 入れることによって野手の途中から行くメンバーが増える、はい、で何かあった時のためのっていうところでやっぱ複数ポジション、はい、だから今回選ばれてない、もしくはコンディション不良で出れなかった選手で、はい、特に野手はだからあと中村晃、ソードバンク、はい、外野もファーストもできる、うん、あとジャイアンツの岡本、はい、サードファースト外野できるんで、うん、こういう選手っていうのはかなりそのオリンピックに向けては重要な
選手になります。内野も外野も守れるっていう。ってことは選ばれる選手も、まあ、見方によってはちょっと変わってくるかもしれないっていう。めちゃくちゃ変わってくる。だから今回選ばれてて、うん、もう完全にね、一躍有名になった周東選手、はい、今のままだと東京オリンピックには選ばれません。あ、足のスペシャリスト。そう、でもそこの枠がないんで。あ、そっか。やっぱりそのレギュラーでも先発でも出れる人を置いとかなきゃいけないんで、うん、何かあった時のために、はい、だからもし来年ね、開幕からソフトバンクでレギュラー張って活躍できれば選ばれるかもわかんないですけど、はい、今のままだと、はい、多分選ばれないですね、数の関係上。じゃあ来シーズンバンバン打って3割3分とかシーズン打ってたら選ばれます。もうレギュラーでソフトバンクでレギュラーでね、はい、でも今年みたいな使われ方だと、うん、東京オリンピックで選ばれますね。なるほど。じゃあプレミアと本当にこう選ばれる選手層っていうのが違うんですね。いやだからでね、まだメジャーチーム決まってませんからどうなるか分かんないですけど、はい、今現状では、まあ、筒香、秋山、はい、菊池、はい、山口が、うん、あのポスティングもしくは FA でアメリカに行くんで、はい、そうなればこの4人は選ばれないんで、はい、プレミア今回言うと、まあ、秋山は怪我で離脱しましたけど、最初のメンバーで言うと秋山、菊池、山口は選ばれないんで、はい、そうですね。またピッチャーもじゃあ来ますね、はい、新しく。しかも、はい、今回28人、うん、全員選ばれない可能性あります、東京オリンピックに向けて。いや、そんなことないでしょう。え、あります。え、どういうこと。まあね、稲葉監督は今回のチームをベースに東京オリンピックに向けても選手選考したいって言ってましたけど、はいはい、じゃあ仮に MVP 取った鈴木誠也、はい、ね、この大会でも4割以上打って大活躍、はい、うん、若い世代の日本の4番、今若くても、はい、それはもう東京オリンピックでも4番やって多くの人が思ってるかも分かんないですけど、はい、もう4番だろうってなんか思っちゃってます。もう超厳しいこと言うと、はい、多分来年の6月ぐらいに選考決まると思うんですよ、はい、メンバー、うん、だから来年の6月ぐらいまでに活躍してなかったら選ばれないんですよ。あ、そうか。だから仮に序盤もう絶不調で、はい、今年のカーブで中村航輔選手のように絶不調で、はい、もう2割前後ぐらいの成績しか打率残せない、うん、ホームラン3ヶ月で5本ぐらいしか仮に打ってなかった場合絶対選ばれないです。そっか、まあ、さっきも言いましたように選手って波があるから、はい、その波が絶不調が最初の序盤にガーッと来てたら選ばれない。だからもし、うん、今年、はい、オリンピックがあったら、うん、秋山選ばれてないんちゃうかなっていう。あ、序盤1割台だったからだったじゃないですか、はい、でもあれかで令和って5月1日から、はい、あ、じゃあそこから取り戻したから大丈夫だったんですけど、はいはい、あれがずっと続いてたら選ばれなかったかもしれないし、うん、はい、このプレミアジュニア大活躍だった中継ぎのさっき MVP だったって甲斐の投手が、まあ、ルーキーじゃないですか今年、はい、で来年2年目に当たってこの疲労とかコンディション不良とか疲れとかで思うようなピッチングが来年の開幕からできなくて不調に陥ると選ばれないですよね。そっか、ルーキーイヤー活躍して2年目にあれちょっとってなる方もいらっしゃる、ね、いるじゃないですか。でもそうなると、うん、こんだけ活躍しても選ばれないですよ。そっか、逆に言うと、はい、今年ドラフトされたルーキーが6月までにアホみたいな活躍したら選ばれます、はい、だいぶ今年の海洋選手みたいなところですね。そうそうそうです、うんうん、だからそれでバッターでもガンガン打って、はい、6月までに打率3割2、3分ホームラン10本ぐらい打ってたら選ばれます、はい、うん、なるほど。ってことはまあ全員違うっていうのはまあちょっとまあそれはないだろうなって気もしますけど、半分以上違う可能性だってあるわけですね。あります。だもう坂本選手がね、はい、今年はホームラン40発って大活躍しましたけど、うんうん、来年シーズン序盤に不調に陥って、うん、今年守備もね、うん、あのしっかり頑張ったドラゴンズの強打選手が仮に3割3分ぐらい打って守備でも好プレーだったら選ばれますよね、はい、うん、そっちになりますしね、はい、うわー、そっかー。じゃあもう本当に来年のシーズン次第ですね。そうです。だから大げさに言うとね、うん、全員選ばれてないかもしれないし、はい、全く同じ選手が選ばれる可能性もありますし、うん、はい、で今回ね選ばれてないコンディションもじゃあ森選手、西武、あと千賀投手、はい、あと柳田選手とかっていう選手たちも待ってるいるわけじゃないですか。そうですね。柳田選手だってシーズンはちょっとね抜けた時とかありましたけど、はい、最後ゴーってきましたしね。あと山川選手、はい、もしくはヤクルトの村上選手、はいはいはい、で日本ハムで言えば西川選手とか、うわ、いますね。あとロッテだと荻野選手とか、はい、今年でね、いや選手っていっぱいいますね本当に。 いや、いっぱいいるんですよ、うん、で今年ねあの阪神でもルーキーで近本選手が、はい、来年またいい感じでいったら選ばれるかもしれないし、 はいはい、うわー、そう思うとなんか今のメンバーがガチってなんかある気がしますけど、もっともっ
といい選手っているから総入れ替えしちゃう可能性ありますね。あと DeNA だとね、はい、浜口投手が、うん、来年しょっぱなからめちゃくちゃ良くて、はい、浜口行こうって言って、はい、で今なんか逆にあんまり調子悪かったら、よしもう浜口一緒になるかも分かんないじゃないですか、はい、だから全員にチャンス、だから今年ドラフト指名された選手も含めて全員にチャンスあります。佐々木投手がね、もしかしたら入ってくる可能性もありますしね。そう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 、序盤でボコスが勝って選ばれる可能性もあるし、はい、奥川投手がヤクルトでボコスが勝ったら選ばれる可能性もありますし、うん、うわー楽しみ。ってことはもう今の代表に固執しない方がいいですね、本当に。そうです、だから本当野球って他の競技と違って、はい、そのチーム作りがいらないんですよ。あー、え、でもチーム作りっているんじゃないですか。それがいらないです、残念ながら。え、どのチームもチーム作りしてません？各球団。各球団はね、はい、してますけど、はい、あの代表って、うん、いわばトップ3、トップが来るわけじゃないですか、はい、だから仮にね、じゃあこの世界プレミア12が、はい、あの世界をの大会としましょう、はい、じゃあサッカーとラグビーがね、うん、その世界一を狙う大会で、あの大会の 2,3 週間前に集まって、そのまま本大会に進む、そんな競技あります？ない。そう、監督によっては何年もチームを作り上げて、はい、逆に言ったらそのメンバーを省いていくだけですよね。最終調整は、はい、30人いるけど、うん、5人省きますよとか合宿とかして選んでいってきますもんね。そうそうそう、だからラグビーのね、日本代表も最後ね、はい、メンバーから外れる選手を選んで、はい、それにね、あのワンチームなんかこう刀みたいなのをリーチ、うん、キャプテン送ったとか言ってたじゃないですか、うんうん、だからそういうのが省かれるのは行われますけど、はい、野球ってそこだけだって、下手したら来年のオリンピック前の合宿まで、はい、代表合宿ないですからね、野球。そっか、え、じゃあ代表で練習ってあんまりしてないんですね。まあいらないですもん、野球ってコミュニケーションほぼいらないんで。いらないんですか。だってあのもう小学校からプロまで動きはオートメーション化されてるんで、はい、ここに飛んだらここに動くってほぼ決まってるんですよ。あ、そっか、まあ野球って確かにそうですね、はい、だからサードゴロ、ノーアウト一塁でサードゴロ打ったら、はい、セカンドはセカンドベース入って、サードはセカンド投げて、でファーストはファーストベース入って、セカンドそれ取ったらファースト投げる、うん、キャッチャーはファーストのベースカバー行く、でライトはサードの冒頭ケア行くとかって、うん、もう動き決まってるんですよ。確かにポジションの役割ってもう綺麗に決まってますね。決まってますよ、はい、でしかも全ては止まって動く、うん、止まって動く、はい、止まる時間があるじゃないですか、うん、ラグビーとサッカーって止まる時間がないじゃないですか、はい、その中でコミュニケーション取って、はい、ちょっとライン上げようぜとか、はい、1列に出るよとか、はい、ここ間空いてるよとか、はい、俺上がるから下がれよとかっていうのになるじゃないですか、うん、野球は止まった状態で外野に前進とか、はい、ベンチから声かかるじゃないですか、うん、だからそういった意味でもうほぼオートメーション化されてるんで、だから僕も代表の試合って困ったことないですもん、はい、へー、だからまあバッテリーぐらいですね、うん、そのコミュニケーションがいるのは、はい、他はほぼいらないですね。まあ確かにサッカーとかだったらまあ個人技があったり動きって全く決まってないですもんね。そうなんですよ、どこ行ってもいいわけだし。そうなんですよ、だからバンドシフトとかね、皆さんも各球団のプロ野球バンドシフト見たことありますけど、そんな変わったバンドシフトしてるチームないでしょはい、はい、ほぼ全球団動きほぼ一緒なんですよ、はい、だからいきなり代表集まってそのバンドシフトとかのやつやっても動けるんですよね、はい、なるほどな。いや、なんか見方がちょっと違いました。そっか、野球ってそんなにコミュニケーション取らなくても、まあ、各自がちゃんとやればできちゃうスポーツなんですね。完璧なプレーしたらもう完璧に答えてくれるとこいるんで、はい、うんうん、へー、サッカーで、はい、あなた上がったら俺下がりますって決まってないじゃないですか、はいはい、あなた上がっても俺も上がりますもあるかも分かんないじゃないですか、うんうん、そうですね、はい、あ、だから全員入れ替わったところで別に何の問題もないわけですね、はい、そうなんですよ、そうなんですよ、ただ一番能力の高いやつが集まるのが野球なんですよ、はい、はー、なるほど。サッカーって一番能力の高いやつが集まらないですか、はいはい、やっぱこのコミュニケーションとか役割分担とか、うん、ここはとか、いろいろ野球もうそのポジションで一番うまいやつ来たら大変ですじゃあもう全てはね、来シーズンの成績ですね、はい、はい、うん、じゃあでもやっぱり優勝できちゃうんじゃないですか。いや、普通にいったら勝ちますよ。おっ、いきた、はい、勝ちますか。普通にやったら勝ちます、はい、勝てますか。はい、だってオリンピックメジャーリーガー出ないんですもん。あ、そっか、はい、それなのに北京でメダルを取れなくて本当にすいませんでした